よしよしよし。ああ、自分の名前高橋。魚神魚っさんと言いますね。で今日ね、なんとね、今ね、すぐ近くの川に、ね、あの伝説の釣り YouTuber の方がお二人来てるんで、ちょっと見に行ってみましょう。おお、楽しみだな、楽しみだな。あんな YouTuber と出会えるなんて。暑いね、暑いね。コリンバス釣り YouTuber のコリンコリンコーチャーさん、こんにちは。今日ちょっと、こっちの川に来てるって情報を聞きつけて、はいはい、ちょっと来たんです。あ、マジですか。はい、ちょっと勇気を出して、はい、勇気自分引きこもりなんで出れないんで家からちょっと今日はインタビューしなきゃいけない。また今日は、はいはい、いろんなバス釣り YouTuber の方が今複数名来てるらしくて、はいはい、あの有名な今あのケガニおじさんって方も上流の方で今日ケガニおじさんいるんですか。いるらしいんですよ。これはちょっと後で、そうちょっと後でサインもらったり、はいはい、そのロッドとかをちょっと今日見させていただきたくて、はい、はい、僕のロッドですか。これはどういう、僕のロッドはハートランド。さすが休みの日の旅に釣り行くね、あの子供がこうちゃんさんといえば子供が奥さんが出産してるのに釣りちゃうみたいなえって今日 奥さん出産してる最中で釣りちゃうっていうぐらいのアングラーの方なんで、はい、そうですね、もうはい、ゴミです。いやいやいや、そんぐらい好きなんですよ。だから仕事以上ですよね。はい、そうですね。ちょっとじゃあロッド紹介、はい、ロッド紹介、うん、これハートランドの新山 77AGS です。おー、ちなみにちょっと下世話の話なんですけど、はい、これお値段の方は結構高いんじゃないですか。7万ちょいぐらいじゃないですか。7万円はい、あとこちらの話ちょっと失礼なんですが、頭にトンボか、はい、オニヤンマがちょっと、あ、そうなんですよ。これちょっと頭下げてもらっていいですか。はい、あ、これルアー流行りじゃないですか。ルアーにもなるってこと。いや違います、蜂が寄ってこないように。マジで虫が寄って、今なんか流行ってるじゃないですか。オニヤンマが昆虫界最強なんで、うん、襲われたことある。何がですか。オニヤンマに、オニヤンマに俺襲われたことある。あるんですか。ある。どういう状況。小学校5年生の時こう、はい、学校から帰ってたのか、一人でこうね、まあちっちゃいやん子供で、はいはい、4年生かな、歩いてたら向こうからブーンってなんか飛んでたの、はい、振ってみたら3匹のオニヤンマがこう来てここにいるのこう来たので俺顔面にこう来たから手でブワッ顔面に目ん玉見かけて全力で顔面に向かってきたんだよ、はいはいはい、で当時視力 2.0 だから、はいはい、もうあの辺から 10m 先からまっすぐ来たの、物体が見えてたんで、ブワー来たからうわーって取ったの、はいはい、手づかみでブワーって手噛まれて、はいはい、うわーってもうめちゃくちゃ痛いんじゃないですか。まあまあ痛いってもちょっと痛いぐらい、ちょっとにじむぐらいで、はいはい、そんぐらい、はいはい、俺オニヤンマに襲われたことあって。珍しいですね。だからめちゃめちゃ過激な生き物なんですよ、はい、それを知ってるから昆虫界で、はいはい、みんながビビっちゃう。そうそう、なんかスズメバチもね食べちゃうらしいんで。そうそう、スズメバチをもう、うんうん、オオスズメバチも食べちゃったりするんで。だって俺を食べようとしたからね、オニヤンマ。これやっとくと。あ、ごめん、ちょっとハートランド戻ろう。はいはいはい、はいはい、んではいはいはい、これハートランド20周年モデル。いつか、いつ発売ですか、これ。これは17年です。だからもう結構経ってますね。4年ぐらい経って、4年前か。そうですね。この竿の調子はどんな感じなんですかね。ちょっと竿先触っていいですか、はいはい、いいですか、ちょっと触って。あ、結構硬いね。スピニングですけど M なんです。 M? M、 はあ、M というと何グラムか何グラムまで投げれる。でもハートランド表記は少なめ、低いんで関係ないですよ。でも表記、そうですね、表記超えちゃいますよね。はい、うん、なんで17グラムから2分の1、14、うん、多分今触った感じだと多分25グラムでも投げれそう、余裕で。あ、そうっす、投げれそうっす、余裕で。僕ちなみにあのカリスマスティックで、はい、あの14グラムまでのやつで、はいはい、普通に25グラムガンガンあの投げてるんで、はいはいはい、問題ないですよね。問題ないですね。あとこれ特徴が見てください。え、カーボンです。軽くて強い最高の素材で、ここの部分何ですか、何使ってます、素材。何ですか、このシルバーの部分は。何ですか、リングですか。リング、これ何なんでしょうね。
ああ、そうか、そうか、こうちゃん分かんない。あ、これはね、あのチタンとかいろいろあって、あの、まあ、ワールドシャルで使われてるやつと同じやつ使ってんじゃないかな、うん、要するに P が切れない強いダイヤモンドでないと削れないやつ、はいはいはい、だからライントラブルが少ないやつ。ここに、はい、P パフォーマンス、 P パフォーマンスですね。あとリールの方とかちょっと、これは、はい、18ステラですね、島野さんの18ステラ。あ、僕も同じやつ持ってるかな、はい、あのスプールだけちょっと変えた、変わってます。あ、オリジナルでこうちゃんで、あの夢屋さんから出てる、うんうん、夢屋のスプールに変えてあると。はいはい、ちょっとじゃあちょっとこうちゃん、キャストの方ちょっと見せていただいていいですか。スノーキャストの方、ちょっと竿のちょっと、はい、とリールの凄さを、やっぱりバス釣り YouTuber になるとすごいですね、竿が。僕ちなみに3、あの中古で3500円で買ったカリスマスティックが一番使ってるんですよ。本当ですか。はい、釣っちゃってくださいよね、視聴レビューで。この風の中、釣りづらいですね。ああ、こっちにちょっと竿の調子とかも語ってもらうと嬉しいですけどこれはねみたいな、やっぱアングラーとして多分子供たちもこれ見てると思うんで、バス釣り YouTuber って今憧れの職業じゃないですか、はいはいはい、好きな釣りをして、はいはい、ご飯を食べてる方なんで、ちょっと教えていただけると。これ子供たちに硬いんですよ結構竿が、はい、ああ、なんでなんか流行りのホバストとかあの、うんうんうん、ビニャンビニャンっていう、あのラインを叩くような釣りにはちょっと向いてないですよね、うん、あ、だから竿のパワーが結構あるってことですね。だいぶ強いんで、あのぶっこ抜いちゃう、ぶっこ抜いちゃいます。あ、40ぐらいまでならもう簡単にバーンと多分抜けますね、うん、ちなみに P ラインとかリーダーは何、今今日は P は、はいはい、ダイワの、はい、モアザン12ブレイドの 0.8、うん、0.8 で当たってると、はい、リーダーはリーダーは、はい、C がフロロリミテッドの10ポンド。こうちゃん結構高級志向ですねいや、あの、はい、一つ言っていいですか、はい、なんか安いライン使って、うんうん、もし、まあ、自分の力量なんですけど、うん、もしへ、ね、自分が下手なんで、いやだからこれっていうやつが切れることが、切れた時のその、うん、なんていうんですか、悔しさね、そうそうが、うん、一番いいラインさえ使ってれば、うん、あ、これはもう仕方ないんだなってあのこうちゃんそれでね、はい、まさに俺琵琶湖でこう伝説になってるんですけど、はいはい、75センチのバスバラしてるんですよ、はいはいはい、あれ取ってたら世界記録、世界わかんない、重さはわかんないけど、はいはい、もうあバツじゃないっていうか、はいはいはい、俺鯉だと思ったの、はいはい、スピンベイト投げてて、ちょうどジャンプ一発バレたやつか、そうそうそう、はいはいはい、あのバーンって当たった瞬間に、はいはい、あ、これバツじゃないって、はいはい、その強すぎる、あ、鯉だな、鯉、はいはい、釣れちゃったと思ったら、またそれが尋常じゃない引きで、はいはいはい、で僕鯉も10キロオーバーよく釣るんですよ、はいはい、でそれ超えてたんで、やばい、これはメーターの鯉だ思ってガー巻いたんですよ、はい、焦って巻いちゃったんですよね、はいはい、そしたら目の前でジャンピング5メーターぐらい飛んで、はいはい、エラが真っ5メートル飛んだ垂直にドーンってで、はいはいはい、見たことないそのありえない形のブラックバス、はいはいはい、もう飛んだのこの距離よ、はい、ね、もう近かった、ま、寄せたのよ、はいはいはい、この距離、はいはいはい、もうこの距離で5メーター飛んだ、うん、ちょっとそれ大きさかもしれないただ軽く、はいはい、もう垂直に飛んだ、はいはいはい、で空中でパーン外れて、はい、スピンベイトがブワー飛んできてもうそっから10分ぐらい放心状態で世界記録来てたって、それ、うん、辛いっすよね、そのいやだからね、はい、俺60とかよく見てんの、はいはい、琵琶湖で、はい、で目の前で60釣ってもらったり、はいはいはい、だけどそのサイズじゃなかった、桁が違う、桁が風の形が5倍ぐらいだった、5倍ぐらい、5倍ぐらいだった、あ、まあいいや、ちょっと話長いから動画また1時間になっちゃうこれはいはいはい、あ、ね、何でしたっけ、はい、何でしたっけ、あ、ライン、あ、ライン、はい、はいはい、そう、ちょっと強め、はい、どう、みんな結構なんか4ポンドとかでね、スピニング、うん、上手にやったりするじゃないですか、はい、僕そんな上手くないんで、初心者なんでまだ、はいはいはい、あ、言っても20年以上やってるんでしょ、いや初心者やって
え、その数年なの、こうちゃん。僕、小学生の時にあのフランダー武蔵が流行って、それがもう20年選手じゃないですか。その時やってて、そこからね、うん、やらなくなって、うん、そう、で、今の嫁と結婚してからまたサラ再度。あ、じゃあ始めて5年ぐらい。まだそんな経ってない。ああ、そうなんだ。へっぽこ。あ、だから子供の頃俺と一緒のパターンだ。あ、そうそうそう、釣りに熱中したけど、そうそうそう、成人になってやめて、そう、間が15年ぐらい。そうそう、間が空いて、で、この4年ぐらいじゃ。そうですね、 5年ぐらいですかね。あ、2016年あたり。そう、多分そんくらい。あー、そっかそっかそっかあー、そうだからまだへっぽこなんですよ。あー、なるほどね、はい、だから、うん、いろんな YouTube、 特にケガニおじさん釣ってるじゃないですか。そう、うまいの、あの人、釣りが、あの人の釣りを参考にしてるんですよ、うん、動画見てね。え、はい、僕も竿の動かし、穂先の動かし方からキャストとかさ、はいはいはい、うまいじゃないですか。早いもん、あの人、はいはい、パン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 いくから、はいはい、どうやったら。ちょっと今日来てるらしいから探し行こう。行きましょうか。うん、あのケガニおじさん、こうちゃんさんもちょっと、あのアング、お久しぶりです。やばい、ちょっと緊張します。僕も。あ、俺マスクした方がいいね。ああ、まあマスクした方がいいけどな、はい、じゃあもう一回最初から。ああ、いいよいいよ。いや、まあ、じゃ俺ら、ま、離れとこ、ちょっと病気移ったり、はいはい、すいません、病気になっちゃう。病気じゃねえ。すいません、すいません。あのこうちゃんさん、自分も、はい、もう2メーター以上はね、ちょっと近寄れないことにしてるんですけど、はいはい、あの僕たちの憧れのケガニおじさんが今日偶然。あ、どうも、アングラーケガニおじさんです。すごいな、ちょっと嬉しすぎますね。ちょっと自分も声が、はい、あの、どうやって接したらいいのか、はい、緊張してますね。いや、本当に、いやいや、有名度がすごいじゃないですか。で、この間1500人やっと行きました。あ、おめでとうございます。有名というか、もう釣ってるのはプロ顔負けでしょ。まあ今最近よく釣ってるね。行けば50アップじゃないですか。40アップは間違いない。間違いないと。多分今日もこれから多分釣れると思う。で、今日はちょっとそのバス釣り YouTuber の方のロッドルアー紹介をちょっとしていて、ちょっと説明の方をちょっと。これ説明下手だよね。普通に、まあ、ロッドはゾディアスだもんね。ゾディアスので、見える158ML2。 うん。でディールはアンタレスだよね。あ、しかもかっこいい塗装されてる。あ、わざとらしいですね。これはもう見てる人はもう分かるんじゃないですか。これ誰が塗装したんだろうね。すごいな、センスがいいですね、ケガニおじさんは。ありがとうございます。昨日も夕べもね、電話で出ていただいて、いろんな武勇伝。武勇伝。こうちゃんいらんかった昨日。はい、そうなんです。すごかったんすよ。はい、ライブで90分ね。どんな武勇伝でした。いろんな話聞かさせて、釣りの、はいはいはい、釣りのこととか、はいはいはい、あと酒癖の悪い。いやいやいや、そういうなんていうの、曲がったこと嫌いなんで。はいはい。そう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 、まあまあね、暑いよね今日ね。暑いね。あ、で、あ、バスハンターね。今最近よくこれで釣れるバスハンター。これは何グラム、バスハンターは。これでこのアンタレスの何ですか、これ。19アンタレス、何です、これ。これ19アンタレスだね。で、これ余裕で投げれちゃうんですか。余裕で行くね、飛ぶよ。ちょっと一回キャストしてもらっていいですか。あ、そこで、はいはい、ちょっと見たいな。クランクで釣られ、よく釣れると。もう一個のバスハンターも両方釣ってる。あとちょっとそのロッドとキャストのコツとかちょっと子供たち見てるんで、そうなん、教えていただけると。あ、まあ、じゃあ軽く投げますよ。いや、皆さん、ケガニオさん投げてくれるって。ちょっと見てますね。はい、対岸近くまで飛んでますね。すごいキャスティング。もうただ巻き、ただ巻き、ただ巻き、ただ巻き。そうすると、うん、ゴッゴーンってくるから、ふわ。まあ本当は護岸際を狙うといいんだけどね。いやいやいや、すごいですね、ケガニおじさん。まだ今ちょっと心臓がバクバクなんですよ。え、何がですか。まだ今僕もね、心臓がバクバクなんですよ。ああ、そうですか。うわ、うまい、うまい。今の見た、こうちゃん。はい。ちょっと今の見た。片手 で、 今どうやるんですか。ちょっと待って待って、今どう、こんな、はい、なんかどうやったの。なんかもう一回やってもあれはできないよ、はい、俺らには。ちょっと見せて見せて。こっちだったら右で投げる感じじゃん。はい、うん、まあ、こっちだったら左で投げるんだよ、はい、うん、左でも投げれるんですか。あ、両方。え、ちょっと投げてもらっていいですか、キャスト。やってもいい。キャストはすごい今の。あ、ちょっと待ってね。キャストの大会とか出てもちょっと持ち上げすぎたもんで、ちょっとあのトラブル。ちょっと持ち上げすぎたもんで、ね、あんまりね、持ち上げ、慣れてないから。いや、急にね、止められるとね、動揺しちゃうからね。あ、こんな感じ。いくよ。ちょっとじゃあキャストを、じゃあギリギリ護岸際にね、こっち
の場合はまあ右だよね、右で。かっこいい。こんな感じだよ、もう様になってる。かっこいい。あれ一発入れれるわね、こういう木がこうやって。スッとなんか滑らかだもんな。しかも今日風あるんですよ。今日 風あるのに、もうちゃん風あるよ今日は。左キャストもできるんですよ。じゃあちょっと撮らさせてもらって、はい、やばいって今日コウちゃんさんラッキーだね俺は、はい、嬉しいです。でこっちの場合は普通にかっこいい。うわもう片手で投げれる。もう両刀、うん、両刀だよさ。いやリアルにでも両刀すごいっす。すごいな。えこちゃんとか投げれん投げれん俺らは。僕左じゃ無理。無理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 だから、はい、それはやっぱりなんでそんな器用な。40年やってるから、はい、40年そういうことか。だからキャスト回数が違うから、はいはい、うん、40年こうやってかっこいい。もうバッチリ。しかも狙うところが全部超ギリギリなんですよ、うん、へ超ギリギリをこうやってになる。まあ今まで隠してたっていうのもあるんですけども。ケアニオンシュさんもしくよかったらそのなんかそういうキャスティング大会みたいなんでもやったら。こうやってギリギリこうやってね、こうやって。うわー。ケアニオンシュさんあのピッチングとかあのロールキャストとかはできるできる。あ、そうですよね。うん、でもこれ以上聞くと金取られちゃうもん。そうか。高いからこの人。さっきのねバスプロの人に会っちゃったから。うんうんうん。逆だから今はバスプロの方が憧れてるみたいな存在だから。もうそこまで。そうそうそう。ギリギリだね。めちゃくちゃギリギリ。ギリギリを狙うとでゆっくりでゴーンってくるから。すっげえ。まだちょっと釣りあのもしよかったら今度コラボとか、あの毛ガニおじさんがよければ。いいですよ。やったで俺こうちゃんと会っても今日も震えたけど。今日こうちゃんすごいさっぱりしてる。いやこうちゃんも YouTube 毛ガニおじさん始めたんですか。 YouTuber なんですよこの人。あこうちゃんそう、アングラー、ええ、そうチャンネル名はそうなんです。いや、普通にコリンコリンコーちゃん。あーすごい、すごいですね。そうそう、だからアングラーの方でバス釣り YouTuber の方で俺もそれだけでビビったんだけど。だってこの間の前回のフレアフィッシングでも唯一ね、そう、40アップ。え、知り合い ?2 人知り合いってか、高橋君知らん知らん、俺何、何、知り合いですか。わざと欲しいよね。そう、一度だけ、はい、あの、ほんとお願いして、一度だけ釣りの、はい、一緒にさせてもらったんです。いやー、やっぱり、キャンニョージさんではね、50代不惑の男として来年50だけどね、もう人生もう50年で終わっちゃったんじゃないかって。江戸時代では終わったって言われてるけど。人生で終わったとね。大器晩成型って噂手相で。なるほど。今から30年、はいはいはい、30年キャンニョージさんの時代来ますよ。あ、来ます、ね、80までそうだ、ね、30年間バス界釣り界っていうかでは、まあ多分はい。そう、なるほど。あれ俺あの東海テレビと中京テレビ知り合いいるから番組作ってもらうように掛け合うわ。釣りビジョンに負けないゴールデンタイムの7時9時で毛ガニおじさん主役の一種格闘技戦じゃないけど巨大魚釣ったりそういう番組がやるように俺ちょっと圧力かけとくわ。了解了解。 ありがとうございます。もういいね。もういい。なんか暑いんだけど暑い。いや感動しましたよ。それではまたあのあと今ね、はい、今ケガニおじさんももちろんトップなんですけど、はい、今東海地方で一番有名な、うんはい、あのコリンコリンコーちゃんさんも結構大ファンでいるのシャーベットヘアチャンネルさんが今来てるらしいんですよ。あっいや俺車は見たんだ。うん、シャーベットヘアさんが釣りしてるって情報入ったんでちょっと探しに行こう。普通にご飯食べれます。キムです。ありがとうございます。えらい超。はい。